11月29日、アイドルグループスノーマンの岩本テルが、手術を受け、回復するまで一部の活動を制限することを発表した。インターネット上では、岩本の所属事務所である STAARTO エンターテインメント以下、STAARTO 社に不信感を抱く声が上がっている。隠せないオーラ。 ミラノ出発前の羽田でスタッフに囲まれるメグロレン STARTO 社公式サイトによれば、岩本は鼻の中にできた良性腫瘍を切除するため、手術を受けたという。医師からは、回復までは活動を制限するよう指導を受けております。そのため、一部番組や公演の出演の見合わせも含め、一定の期間は無理のない範囲で活動をしていく予定ですと、 芸能活動は一部制限することを報告した。岩本さんはファンクラブサイトで、2024年8から9月に上演されたミュージカル、キャッチ・ミー・フ・ユー・キャンで、喉の,のメンテナンスのため病院に行ったところ、鼻に腫瘍があることが分かり、事務所と相談して手術することになったことを明かしています。体は動かせるものの、医師から血流の良くなることは避けるように言われているそうです。そのため、 岩本さんが出演する予定だった11月30日放送の音楽番組ベストアーティスト2024日本テレビ系と11月30日と12月1日のスノーマンの福岡公演は休み岩本さん抜きの8人で出演します芸能記者スノーマンは11月9日から12月27日にかけて全国5カ所を回るドームツアーを開催している ツアー期間中の岩本の活動制限、発表にショックを受けるファンも多かった。そんな中、X では事務所の対応に疑問を抱く声が見受けられる。岩本さんをお大事になさってくださいけど START を今このタイミングで発表するの遅すぎない。福岡前乗りの人たくさんおるよね。術後に回復期間が必要と分かったら早めに発表もできないわけ。 配信も発表してて前日発表って事務所普通に岩本に仕事させようとしてたの。前日のお知らせって辛すぎでは、事務所は何でもっと早く発表できなかったの。ライブ前日の発表となったことに不信感を抱く人もいるようだ。辛辣な反応が見受けられる背景について、前室の芸能記者はこう語る。岩本さんは夏頃、手術を受けることを決めたと思われますが、 スノーマンのツアーまでに術後の回復期間を設けることはできなかったのか考えるファンもいたのでしょう。ライブ前日にメンバーが抜ければ、ダンスのフォーメーションを変えるなど、様々な対応が必要となりますし、9人揃ったスノーマンを見たかったファンにとってはショックだったことでしょう。もちろん、体の不調は読めない部分が多いですが、 もっと早く岩本さんに休む時間を作ってほしいと感じる人がいるのも当然でしょう。前で芸能記者スノーマンはグループの仕事はもちろん個々でドラマやバラエティ番組に出演することも増え多忙だったことが伺える。それだけにメンバーの体調も懸念される。8月には目黒蓮さんが体調不良で芸能活動を休止しました。療養期間を設け、 仕事に復帰したものの、以前より痩せて見えるメグロさんの姿を心配するファンが続出しました。1年間で同じグループ内で2人も体調を崩すメンバーが続いたことで、事務所のタレントに対する管理体制を疑問に思うファンもいたのだと思われます。前で、芸能記者、1日でも早く、9人揃った元気な姿を見せてくれることを願うばかりだ。